毎度みゆです。今北海道での鉄道旅を終えて女満別から関空に向かっています。これから SPGAMX のサーティフィケートを使って心斎橋にある W 大阪に宿泊してきます。マリオット系列の W 大阪は2021年の3月に開業した出来たてピッカピカのホテルで、界隈ではやばい、エロい、高級ラブやんとか言われてめっちゃ話題になってるんです。この W 台北にもあって、台湾旅の時に泊まってみたいと思ってたんです。そんな W が大阪に、しかもサーティフィケートの期限が残りわずかということで予約してみました。サーティフィケートっていうのは SPG アメックスっていうクレジットカードを持っていると、世界中のマリオット系列のホテルに年1回無料で宿泊できる特典なんです。本ではこのサーティフィケートを使って予約していきます。マリオットのウェブサイトまたはアプリをオープン。ホテル検索で必要事項を入力したら、サーティフィケートを使用するにチェックを入れて検索ポチッとすると、宿泊料が料金じゃなくマリオットのポイント数で表示されます。で、サーティフィケートでは5万ポイントまでの部屋に宿泊することができます。もちろんサーティフィケートじゃなく SPG アメックスを使って貯まったポイントとか、マリオットに宿泊して貯まったポイントを使えば5万ポイント以上のお部屋も選択可能です。1年前はサーティフィケートでこちらのメズム東京に宿泊しました。全然5万ポイントやないやんって。このポイント数は換算期や繁忙期によって変動して、私が泊まった2021年の1月は5万ポイントで宿泊することができました。ということで今回は W 大阪を予約します。お部屋のランクによっても必要ポイント数が違っていて、 W 大阪はコージーキングとコージーダブルが5万ポイントで宿泊 OK。 それ以上の部屋はポイント数もマシマシになるんだけど、マリオットボンボイのゴールドエリートっていう資格を持っていると、空きがあればお部屋をアップグレードしていただけるっていう特典があるんです。通常はマリオット系列のホテルに年間25泊も宿泊しないとなれないんだけど、 SPG アメックスこれ持ってるだけでマリオットのゴールドエリートなんで、5万ポイントの部屋で予約してもそれ以上の部屋にランクアップされることがあるわけなんです。本ではここでこのお部屋を優勝で予約した場合おいくら万円なのか見てみたいと思います。うん、一番ランク下のコージールームでも88,850円ってなんやねん。ワンダフルルームになると1泊 95,175円。普段3000円くらいのゲストハウス泊まり歩いてるんやけど、30泊以上できるお値段のお部屋って何なん？本なんで期待にお胸を膨らませながら大阪へ。大阪湾見えてきました。実はこの日は大阪2泊目で、午前中に荷物を預けるために一度 W に訪れてます。てか心斎橋のきらめきってジングルベルが終わっても半端ないですね。 W に到着です。第一印象は黒、派手。一見間口が狭いように見えるけど高さが半端ない。でなんかお客さんがどんどん入っていかはんやけど、見てると渋谷の高級ラフォーに吸い込まれていく人々にしか見えへん。いや、エッチだね。私も吸い込まれたいと思います。このパリピっぽい音楽何？で、なんかすごいいい匂いする。なんかな、陽キャな雰囲気を五感に訴えかけられてる。まさにこれクラブに入場してく感じやろ。めっちゃゴージャスなモニュメントがお出迎え。ちな、こちら1階はエントランス階で、フロントは3階にあります。フロントのある W 階に向かうエレベーターに乗ってます。めっちゃクラブ仕様でおもろ。これ陽気な雰囲気が苦手な人は困惑するんちゃう？
到着しました。こちらはフロントとリビングルームという名の社交場。このリビングルームの正面にあるカウンターは昼はカフェで夜はバーになります。後でバーに飲みに行きたいと思います。DJ がいはるんやけど、かっこいい。あんな、ラブホっていう評価は撤回しよう。ここクラブやから。トリマチェックインを終えてお部屋に向かいます。906です。 ありがとうございます。オープン。浴槽、これ水こぼれるやん。こぼれへんの。シャワーってどこにあるの。ああ、こっちがね。ああ、メリケン式のね、シャワーね。ああ、すごい。タオルがふかふか。いいね。アメニティね。これどこのだっけ。これ有名なやつなんだよね。さっきもこれ使ってみようと思います。ニベアみたいなやつ。あ、これ東横院の鏡。東横院のね、便利ですよねこれね。ちなみにアップグレードしてくれたみたいです。あ、このバーカウンターがあるのって2ランクアップグレードじゃない。これ10万円ぐらいするやつじゃない。ワンランクアップグレードで59,000ポイント、95,175円のお部屋でした。イヤッホー。わー、すごい。59階です。やばい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 。そう、電気を消してからな、撮影しないかんだよな。すごいすごい。え、なにこれ、食べられるん。え、パチモンのたこ焼き、どうせって。うそーん、なにそれ。うそー、ありがとうございます。コーヒーマシン、これはお茶器。あ、かわいい。噂の、見えるかな、 W 大阪マグ買えるのかな。はい、でこの引き出しには、あれしょ、コンドームさんが入ってるんでしょ。わかった、これでしょ、これね。うん、コンドームさん、これ有料なんかな。楽しく飲んですっきり、ね、これで遊んでくれってやつ。あー、除菌消臭ね。コンドームさんと一緒になったかなんか、エッチな何かと思っちゃったよ。すごいね、エッチだね。エッチだね。あ、ポテチ？お菓子がいっぱい。うん、なんか、いまいち、これ無料なのか有料なのか、よくわからへんねやけど、そうそうそう、このバーコードを読み取ってね。うん。あ、コーヒーと紅茶は無料なんやな。なるほど、なるほど。で、これが、おー、すごい。ワインが入ってる。もうすでに冷えてる。え、イタリアかなこれ。イエビス。うん、日本酒。わー、何これ、もしかして水。めっちゃおしゃれやな。うん、おしゃれやけど、これザックで持ち歩くには適してないよね。はい、レッドブル。あ、人情やな。ハイボール。あ、
び大阪印のほうにあって。ほな、こんだけお酒置いてあったら、絶対飲んでまう。ああ、みっくじゅじゅっちゅ。山崎さん。ごはんとろう。これなんだろう。ドイツのジン？ウイスキー、アイリッシュだ。これが、W オリジナルのジン。やば。これが W オリジナルのラム。やばいね。すごいかっこいいシェーカーがある。あ、これが鳥取のウイスキーなんだ。そうそう、これがね、日本製のジンなんだよね。ウォトッカ。ジャパニーズライス。宮崎県の。これはあれだね。青い色のカクテルを作るときに買うスピリッツだよね。え、なんかこれラインナップがすごいですよね。すごーい、一人パリピー。ちょっと取りま、水を飲もうかな。これで飲もうか、お水。大阪の夜景に、あ、ちゃうわちゃうわ、みーちゃん、お誕生日、おめでとう！ウェーイ！ウェーイ！ここで、仕事するとしたらコンセントある？あ、ここから電源を取れと。わー、厳しいな。あ、そこにもあるね。あ、酒飲みながら仕事しろと。オッケー、了解でーす。私のザックを。運んできてもらっていました。あ、もうこんなご汚いザックとビッグコロナの袋。すいません、ありがとうございます。ハニドラ君やね。大阪の南の街が描かれてる。あ、すごい、ガーンね。ガーン。これでね、ブランデーグラスをくるくるしたいですね。都会でなかなかこれだけ広いお部屋ってないですよね。ん？イエスの枕？ちょっと待って、枕がな、 1,2,3,4,5,6,8 個もあんねん。あ、ワールド枕投げ選手権みたいな。あー、一人でやんの？嘘。っていうかね、事件です。これ、甘い匂いがする。おもちゃかなと思ってたら。コーヒー入れました。エスプレッソで。じゃあ、とりあえず乾杯。実食。甘い。うん。うん、おいしい。
ューのリゼルブブリュットをいただいてもよろしいですか。かしこまりました。ご用意させていただきます。貴様。はい。こちらが W 大阪オリジナルブランドですね。あ、ありがとうございます。すいません。はい。ありがとうございます。すいません。一杯か二杯いただいて席を立つつもりやったのに、結構しっかりしたチャームが出てきました。このリビングルームのカウンター、バーに入るみたいな敷居なくて、フラッと座って一杯オーダーできる感じがすっごいいい。で、別フロアにもう一つプールバーがありました。こちらはリビングルームと違って静かで落ち着いた雰囲気で、ここがバー併設のプール。何このセレブリティな雰囲気。同じく4階に宿泊者無料のジムがあります。ヨガとかいろんなプログラムがあるそうで、明日の朝行こうと思ってたんやけど、安定に朝は起きられませんでした。深夜に人気のなくなったリビングルームに来てみました。さっきまでの喧騒が嘘みたいに静かで、暗めで穏やかな音楽が流れてて、これはこれで落ち着く空間やなって思いました。櫛、綿棒、歯磨き粉でしょ、マウスウォッシュね、これがシェービング、ブラシ、カミソリ、バスソルト、あ、シャワーキャップ、ドライヤー。ビジホ以下になると体を洗うグッズが置いてなくて不便ですよね。なんでいつも男のナイロンタオルみたいなのを持ち歩いてます。このボディーミートめっちゃ良かった。他のホテルでも使い回そう。木製の歯ブラシ、コンパクトヘッドに慣れたお口にはちょっと使いづらいかな。ほんでユーカリの香りのバスソルトがめっちゃいい匂い。メイク落としとかシャンプーとかめっちゃ使い心地が良かったです。でな、お部屋の中にバスタブドーン、これなかなかいいよ、いいですわ。バスタブの脇に簡易シャワーがついててな、なんかこれで全部終わった。いや、お風呂よかった。こんなお部屋に住んでみたい。ほな、ベッドから大阪の夜景を眺めながら眠ります。おやすみなさい。おはようさん。って起きたらお昼近くでした。カーテンがな、自動で開くんよ。そんなん手で開けるよ、電気代もったいないって思うのは私だけでしょうか。朝はな、カフェインがっつり摂取しないと起きられんくて、旅先に大量のコーヒーいつも持ち歩いてるんやけど、インスタントコーヒーと水道水シェイクして泥水みたいなのを普段飲んでますからね。でな、こんなにゆっくり起きられるのもマリオットのゴールドはレイトチェックアウトっていうのが使えて14時まで滞在できるんよ。すごない？ほんで今日はお昼からリビングルームでいただくアフタヌーンティーを予約してます。ただな、私寝起きは何も食べられへんのよ。せやから一応起きてって思いながらコーヒー飲んでます。リビングルーム来ました。一応起きて。着席したらウェルカムカクテルが来ました。メレンゲを立てて作る昔懐かしいミルクセキってあったやん。あれをオシャンティにしたような感じで、クコの実が乗っててスパイスが効いてました。ティーセットが来ました。で、こんなんしてもらったら恥ずかしい、ハゲる。このアフタヌーンティーは予約制で、予約フォームにアレルギーとかアニバーサリーの有無を書く欄があるんですよ。
ぶっちゃけね、自分の誕生日ってあまりお祝いされたいとかなかったんですけど、しかも家族や友人ならともかく自分の誕生日って申告するのすっごい恥ずかしくないですか？でもな、まあ、せっかく誕生日に泊まるんやしなと思って誕生日ですって書いてみたんですよ。そしたらこんなに盛大におめでとう言っていただけて、なんかこう新鮮っていうか恥ずかしかったけど嬉しかったです。お部屋のアップグレードに関しては誕生日だからってことではなく、マリオットのゴールドエリートの特典なんじゃないかなって思ってます。そうそう、たこ焼きさんとバースデーカード、あれはな、チェックインの前に荷物だけ預けに来たんですよ。その時にいろいろスタッフさんとお話しした時に、今日誕生日宿泊なんですなんて言っちゃったんですよ。多分それが伝わって空いたサプライズがあったんじゃないかなって想像してます。ご丁寧な説明を受けて1品目にチョイスしたのは、栗のマデラワイン煮込みとフォアグラのブリュレです。栗とフォアグラを出会わせるってすごい発想だと思いません？で、甘くないブリュレでした。私、寝起きの食欲が賢者タイムなのに加えて甘いものが苦手で、なので甘くないものからゆっくりウォーミングアップしていきたいと思います。2品目はトリュフ風味のミニクロワッサン。生ハムが美味しくて眠ってる腸を揺り起こそうとしてくれています。これにスパークリングワインがあったら完全に目覚めるんですけどね。品数が多いんでちょっと巻きでいきますね。次はホワイトチョコレートのムース。めっちゃ甘そうやなと思ったけど、意外とここのスイーツは甘さが控えめでした。次も甘いのからやっつけていきましょう。チョコレートブラウニー、コーヒーとトンガ豆のクリスピーマロンクリーム、甘い。 D がないとクルティ。ポロネギと3種のチーズのキッシュ、よっしゃ甘くないの。キッシュもチーズも大好き。ワインください。雪だるまの形をしたすんごい甘そうなこの子はクリームチーズムース、洋梨とレモンジンジャー。クリームチーズとレモンがさっぱりしていて爽やかな洋梨風味、そんなに甘くない。アフタヌーンティーといえばサンドイッチですよね。元メニューはズワイガニのオムレツのサンドイッチだったんですけど、甲殻類アレルギーの事前申告をしたらプレーンのオムレツに作り変えてくださっていました。マンダリンオレンジとポピーシードのパウンドケーキ、そろそろ苦しい。甘いもん苦手な人がなんでアフタヌーンティーをチョイスするんやって体験してみたかったんですよ。勉強ですよ勉強。やった、スコーン来た。スコーン大好き。スコーンそんなに甘くないと思ったらめちゃめちゃ甘い。なんでなんね、なんでなん。私が作るレシピのスコーンは全然甘くないよ。国産牛もも肉のタルタルとウニのパイ、キャーサイ&コー。確実に甘いシュトレーンのスコーン、甘くてお腹がいっぱいでそろそろ限界です。最後の方に取っておいた赤いベリーのサバラン、お酒の効いたサバランは結構好きでがっつりお酒効いてるかなと思ったらアルコール感は控えめというか感じず、お子様でも召し上がりやすい感じだと思います。締めのペパーミントティーが爽やかで美味しかったです。もう本当にお腹がいっぱいでラストの一つがどうしても食べられなくてテイクアウトにしていただきました。寝起きの甘いものは私の中で結構戦いだったんですけど、甘いのがお好きな方でしたら十分食べきれる量で全て美味しく召し上がれると思います。本当に美味しいと思いますのでぜひいらしてください。かっこよくていいです。ありがとうございます。こちらのアフタヌーンティーは一般価格が7500円なんですけど、マリオットのゴールドエリート会員は 15% 割引で利用できるんです。昨夜のバーもそうだったんです。さらにお会計をお部屋付けにしていただいてチェックアウトの時に館内での利用料金をまとめてお会計するとマリオットポイントが 25% 増し増しで付与されてとってもお得です。ごちそうさまでした。素敵な体験をありがとうございました。この後は14時にチェックアウトをしてお隣神戸の六甲山に登って夜景を見て神戸空港から羽田に帰宅です。
六甲山の夜景めっちゃ綺麗。昔関西に住んでてようここに来てんけど、ここからの夜景が全見る的世界三大夜景やと思ってる。夜景と天賀さんです。1200円持ってきたんかい。ケーブルカーで山を下る天賀さんです。チェックアウトの時にお部屋でご利用されたものはございますかって聞かれて、はいこのもってハキハキ答えたら、あっってフロントの方がめっちゃ恥ずかしそうにしちゃって、いや置いてるんやからそちらさんが困惑すなよって思いました。現場からは以上です。神戸空港から ANA に搭乗しました。今日のフライトは片道7500マイルの特典航空券で搭乗です。エアラインのマイレージももちろん SPG アメックスで貯めています。フライトもホテルも無償になって、ほんまこのカードにはお世話になってる。んで今日の機材はボーイング737のダッシュ800。737の何がかっこいいってこのピーンと立ったウィングレットね。はい、ウィングレット萌えです。そうそう、北海道から大阪に来たから恋人シリーズで夢のコラボができました。皆さんもやってみて。ということで W 大阪のレポでした。きめ細やかな気遣いにあふれてて遊び心が詰まった素敵なホテルやと思いました。サーティフィケートの使い先を迷ってらっしゃる方の参考になったら嬉しいです。次はどこで使おう。次こそ海外旅で使えたらいいな。今年は国境を越えたいなって思ってます。そんな次の旅も楽しみにしていてください。ではでは。